始まりました、ワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今日ご出演される企業さんは NEDO 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構さんとなっています。ね、名前もこう長いですし、漢字も多かったり、新エネルギーとか技術とか開発とかあると難しい、こう固いイメージをお持ちの方も多いかもしれませんので、実際はどういったところなのか、この後詳しく伺っていきたいと思います。では改めて今回のゲストをご紹介します。 NEDO から佐藤さん、そして森田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうお二人結構このワンキャリアのライブも何度か出たこと、ご出演されたことありますよね。はい、2、3回ですかね。3回ぐらい出させていただいているところ。ありがたいことです。もうだいぶ慣れてるんじゃないですか。どうですかね。まだまだ緊張しますよね。まだ緊張しますよ。そうなんですね。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いてまいります。では今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。はい、このような5つの質問をご用意しています。では早速1つ目の質問から参りましょう。1つ目はこちらです。 NEDO は未来に向けた新技術の追求という目で見ると、最新技術の専門家というイメージもあれば、ファイニング機関として技術開発資産を資金を配分するファイナンスの専門家といったイメージもあります。ですので、詰まるところ NEDO って何の専門家なのかということをお伺いしたいです。はい、ありがとうございます。この1問目から結構難しい質問をいただいたなというふうに思っていました。はい、とそうですね、まあ、ちょっと、まあ、私の印象で言うと、 NEDO は社会実装をするプロジェクト技術開発のマネジメントの専門家と言えるかなと思います。はい、まあ、先ほど少し触れていただきましたように、もちろんファンディングも行っていますし、そういった技術開発、国が課題としているような、エネルギー問題とか、あとは技術力の低下とか、そういったものを解決するような技術に支援を行うというのがやっぱり NEDO の仕事になっています。はい、で実は同じようにファンディングを行っているような機関って他にもあるんですが、その中でも NEDO は、いい成果が出ましたよ、いい数値が出ましたよっていうところで研究が終わらずに、その先そこからちゃんと実用化とか、社会で使っていけるような形にするとか、あとは製品化とか、そういったところまでつなげていけるようにする、ここまでを行うっていうところに一番NEDO は特徴を持っている機関かなというふうに思います。佐藤さん、どう思われますか？そうですね、おっしゃっていただいた社会実装の専門家で、やっぱ、税金を使わせていただいてますので、適切にその、ファンディングをしていくっていう、冒頭おっしゃっていただいたようなファイナンスに関してもしっかりやっていかなきゃいけないというのももちろんあると思います。で、何の専門家っていうのが多分一番答えにくいと言いますか、本当に難しい質問だと思うんですけど、やはり全部できなきゃダメだっていうのは、私も個人的には思っていまして、やっぱり、しっかりとお金を適切に使える、お金のことも分かっていなきゃいけないし、技術のこともしっかり分かって いなきゃいけないし、それを、国民の皆様にちゃんと伝えていく広報の、ある意味専門家である必要もあるし、我々は逆に言えば今は人事の専門家として頑張っていかなきゃいけないということで、はい、その一つで言うのはなかなか難しいんですけども、それらをまず全部まとめて総合した専門家みたいな、こう私はこうスペシャルなジェネラリストってよく言うんですけど、はい、全部のところにこうジェネラリストだけじゃなくて本当に全部のところが分かったような専門家っていうような印象を、私は持っております。そのこう全体を見ながらの専門家、こう全体のことを知っていながらの専門家となると、これまでどんな例えばノウハウとか知見というのがストックされてきてますか？そうですね、ありがとうございます。例えばですね、私自身の経験で言いますと、例えば私最初 IoT 推進部っていうところにいました。でそこだと一番最初、他の部署とのやり取りであったりとか、あとは経済産業省とか他の省庁様とのやり取りであったりとか、あとはNEDOって結構他の機関様から出向されていてる方がいらっしゃるので、そういった方などにNEDOのことについてご説明したりですとか、はい、そういった総合的なさまざまな役割っていうのを最初行っていました。でやっぱり
自分も入ったばっかりなのでこう、はい、NEDO のことについてちゃんと分かっていないところも多かったんですけど、うん、ちゃんと そこで説明する中でちゃんと NEDO ってどういう組織で、まあ、どういう役割を自分が果たしているのかで、ここで自分が求められているのは何なのかっていう結構総合的な結構俯瞰的な視点っていうのをまず得ることができました、はい、でそれを生かしてですね、その後2年目とか3年目からは例えばプロジェクトに関係するイベントの運営をしたりとか、あとは実際に自分でプロジェクトを持って担当して、技術開発の支援を行ったりしたんですけれども、やっぱりちゃんと最初の根底にNEDOの考え方とか、あとはちょっとNEDOを知らない人にNEDOを説明する力とか、そういったものを身につけてきたので、まあ、結構苦労する点はあってもこうスムーズにプロジェクトの運営なんかをすることができるようになったと思っています。こういうふうに一見次の仕事にあんまり関係ないかなって思うような仕事であっても結構次につなげていくことができる職場だというふうには思っています。もちろんプロジェクトの経験っていうのをしたからこそ今こうやって皆さんにね、採用についてお話しするときにも自分の経験を話すことができますし、本当に自分が経験した経験というのを今後もずっと生かしていける、まあ、先ほどスペシャルなジェネラリストという話がありましたけれども、まさしくそういった経験ができるところなのかなというふうに思っています、はい、佐藤さんはこの点いかがですか。そうですね、まあ、ノウハウという観点だと、まあ、さまざまな、プロジェクトに関する、先ほど、まあ、追跡調査といって追っかけまして話したんですけど、はい、そういったものが報告書としてすべてまとまってますので、うん、そういったものがたくさん溜まっているというのはもちろんあります。全然違う技術のプロジェクトに関するノウハウみたいなものを他の分野でも活かせるようにということでプロジェクトマネジメントガイドラインというのを作って、これ一部確か外部にも公開してるんですけども、まあ、そういったものが内部にあったりですとか、もちろん他のお金の使い方とかそういったものに関するマニュアルとかはしっかりとありますし、まあ、何よりもいろんな我々みたいな人材その無期雇用の人っていう私たちみたいな人たち少ないっていう話ちょっとしたんですけど、そういった人たちにしっかりとしたノウハウがどんどん蓄積されていってるっていうのがまあその蓄積っていう観点ではそういうことかなというふうに思っております。はい、あとお話を伺う中ですごく気になったのが、企業単独ではリスクが高くて実用化に至らない重要技術のこう開発を推進とか、例えばそれってどういった事例がこう話せる範囲で構わないんですけどもありますでしょうか。なるほど、ありがとうございます。そうですね、例えばさっき佐藤さんからお話があったと思うんですよ、はい、グリーンイノベーション基金事業お話してないかそうですね、まず今日本って2050年にカーボンニュートラルを実現するっていう課題を掲げているんですね、うん、そうですよね、まあ、これ温室効果ガスの排出量とその化学燃料、まあ、プラスマイナスでゼロにするっていう目標で、まあ、ちょっと想像しただけでももう本当に高い目標ですよね、うん、はい、もちろん個人の心がけもすごく大切で、しなければいけないんですけれども、やっぱりそれだけでは足りなくて技術開発って絶対必要になっていきます。でまあ、なのでこの分野について本当に広いところで水素の開発であったりとか、水素を生み出すだけじゃなくってその運輸と運送のところとか保存のところとかも扱っていますし、あとは風力というところももちろん行っています。でそれだけじゃなくって農林水産業の分野ですとか、まあ、ちょっとライフスタイルとか、まあ、そういったものに関わってくるような分野についても扱っていったりしていて、非常にですね、そういった知見を貯めたものをまあ、こういった大きな目標を、掲げるために生かしていくことがまずできています。でやっぱりこのプロジェクトを行うにあたって、はい、広い分野扱っていますので、まあ、一企業様だけで行っていただくのってなかなか難しいと思います、で、まあ、そういった時にやっぱり国家規模のそういった大きな課題をするためにいろんな企業様と協力してやること、実施していくことができる、はい、そのパイプをつなげていくことができるっていうのはすごくNEDOの特徴かなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。では続いての質問に参りましょうか。続いてはこちらになります。カーボンニュートラルという言葉もありましたが、昨今特にこう環境やエネルギーへ関心が高まっていますよね。で、様々なプロジェクトを手掛けてきたNEDOから見て、こう近年扱うプロジェクトに変化というものはあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、変化っていうのは